さてと、苦手なんだよな。なに？はーい。なに？任せて。人の布団を抱きしめて何してるんだ。あ、ファイジル、あったかいわよ。ほら、ふかふか。太陽の匂いがするの、ちょっと幸せ。自分の布団でやれよ。そういえばこれ、誰の布団？俺のだ。だったらファイジルも一緒にしない？あのな、とりあえずこの布団は回収させてもらう。ああ、一応よくこんな万年せんべい布団を抱けるな。あら、ファイゼルのだったら別に気にはならないよ。昔はよく一緒の布団で寝てたじゃないの。ケニヒスも一緒にな。大昔のことのようだ。私は今でもよく覚えているわよ。ファイゼルがおねしょして怒られた時のこととか。あいい諸君、騒がしいぞ。どうした？海南軍が動き出しました。旧王都出撃、オスロに向き進軍してきます。奴らが動いた。反乱軍のリーダーケニヒスは慎重派で知られる指揮官。当然勝利を確信したからこそ出撃をしたはず。何か秘策を用いてくると考えるべきだ。だがどんな手を用いるのか。縄文さえ守りきれれば現時点で我らは負けることはない。いかがすれば。慌てるな。単に反乱軍のしびれが切れたというだけだ。縄文さえ閉じてしまえば何ということはない。念のため縄文の警備を倍に増やせ。反乱軍のスパイが縄文に何か仕掛けてくる可能性も。わかりました。どんな旅だったんだ。ポロ馬車でさ、こんな何にもない荒野をゴトゴトと。他のみんなはどうしたんだ。途中寄った国で戦争があってさ、みんなチリチリバラバラに。あの国か。俺もフェンリルで参加していたよ。なんでみんな戦争なんかするんだろうね。
することもなかっただろう。俺たちがやっているのは自分の国を取り戻す戦いだからな。仮にエレンシアを取り戻したとして、その後イルミナに攻め込むことがなければな。本当にそう言える？少なくとも俺は参加しないだろう。本当？俺が知る限りフェンリルはいつも守る側についていた。ガイルも戦争は嫌っていたから。それなのに傭兵をやっていたの？俺と同じなんだとさ。幼い頃に両親と離れ離れになり、剣一つで生きていかなければならなかった。だから同じような子供たちを守るためにフェンリルを作った。死なないよね。俺がか？どうだろうな。ファイゼルは死なないよ。なんてったってこの私がついているんだから。そうだな、ミンがいれば安心だな。これからもよろしくね。お、よろしくな。エルルに何をさせるつもりなの？秘密だって言ってるだろ。ケチくさいな。教えてくれたっていいじゃんかよ。この戦いが終わったら教えてやれよ。それじゃ遅い。作戦については最後の最後まで極秘扱いってことにさせてもらう。とにかくオスロを攻略するための最大の難関は城門なんだ。あれをどうにかしないことには。でもその作戦を使えば城門を開けられるんでしょ？さあな。さあなってあんた。作戦が終わるまではみんな秘密だ。本当にちゃんと作戦考えてきてるんだろうね、この人は。さてと、頑張るぞ。なになに？はーい。なに？任せて。相変わらず調子いいな。周りに何もないせいかしら、すっごく集中できるの。確かにそうだな。こうやって空を見上げているとね、あの雲に向かって力いっぱい矢を放ちたくなるの。そ
それはちょっと危ないかもしれないな。ダメ？合図用の矢なら構わないだろう。本当？ありがとう、ファイゼル。誰もいない方向へ撃ってくれよな。分かってるわ。合図用の矢を取ってきたわ。誰もいないのはと向こうだな。分かったわ。行くわよ。いいぜ。ほう、こりゃ飛んだな。そうかもな。ん？なんだ？今の悲鳴は。まさか、人が？ミグカリバーじゃねえか！あんなところにいたなんて。いよいよあの作戦を実行に移すぜ。朝になったら俺たちも城門の前に展開する。打ち合わせ通りに頼んだぜ。不安か？別に。別に。そんじゃ、ミグカリバーも頼んだぜ。エル、通訳。しっかり頑張れって。了解。動じるんじゃないぜ。
のうち出てくるさ。適当にちょっかいを出しに行くぞ。流れやなんかに当たるなよ。どうするの？了解。呼んだ。ラジャー。行くか。するな。周兵を引きつけるだけでいいんだ。反乱軍は全く本気を出しているようには見えない。気をつけろ。意外と敵の矢は飛距離があるぞ。カイジ、こんな行動に何の意味があるの？強いてあげるなら、城壁の上の旧兵の注意をこっちに引きつけることかな。どういうこと？そろそろ時間だな。突入準備、陣形を整えろ。解放軍などと名乗ってはおりますが、所詮は上京の寄せ集め部隊ですからな。我ら精鋭部隊の前に尻尾を巻いて逃げ出そうとしているのでしょう。そうだ、考えすぎですよ、閣下。どのみち城門さえ破られなければ我らの。なんだあれは。ただのスズメに見えますが。来たか、ケルル。ミンカリバー突撃。アルマンディ将軍、スズメが襲ってきます。バカ、なぜスズメが人間を襲う。城門の解放レバーはあれに。慌てるな。相手はたかがスズメだ。見落としてしまえ。無理です。あんなに接近されてしまったわ。旧兵では対抗できません。味方に当たる危険がある。キラキュー！何の？大変です。スズメに乗ってスパイが侵入した模様。行くか。そうか、
か。呼んだ。ラジャ。ありません。まさか敵がスズメを使ってくるなどと誰が考えましょう。敵の考えつかぬ手を考え撃ってくるのが優れた軍師の仕事だ。今回は奴らの方が一枚上手であったと素直に認めざるを得ないだろうな。まだ自分の中にたかが反乱軍だと侮っていた部分もあったかもしれない。将軍、無論このままで済ますつもりはない。次こそは。ええ、反乱軍など蹴散らしてくれましょうぞ。全員バイカルに急げ。陣を組み直すのだ。はっ。それにしても君は私のことを知っていたようだ。少なくとも今までの戦いで出会った覚えはない。あれほどの使い手だ。戦場で出会って私が覚えていないはずがない。だが将軍？いや、何でもない。私は一度帝都に戻り
事の顛末を報告せねばなるまいな。見事だよファイゼル、本当によくやってくれた。俺の功績じゃねえよ、ヘルルの功績だろ。ヘルルは今回俺の期待以上の戦果を上げてくれた。本当によくやってくれたよ。あれ照れてるよ、一丁前に。ほっといて。おっと、ヘルルとミグカリバーの功績だ。あんたもそのスズメの言葉がわかんの？ま、なんとなく雰囲気だな。なんて言ってるの？俺に聞くな。じゃあテル、私に聞かないで。ちょっと、あんた以外の誰に聞けってのよ。テルルの今後の処遇についてなんだが。ああ、分かっている。テルル、君は引き続きスズメの飛行部隊を率い、ファイゼルの下で働いてもらいたい。頼めるだろうか。了解。てなわけだ。これからよろしくな。それだけ？あ、ああ。じゃあ、部屋に戻る。くぅ！ちょっと可愛い顔見せたと思ったら、また元に戻っちゃったよ。照れくさかっただけじゃないか。僕も、彼女のあんな顔見たのは初めてだからね。フェンリルじゃこの程度の作戦は C ランクだ。こなせて当たり前ってレベルの。そうじゃなくて、飛行部隊なんていうものを考えついたことよ。そうだな、あれには敵も度肝を抜かれただろ。ああそうだ、ファイゼルに聞きたかったんだけどさ。知り合いだったの？アルマンディーンと。本当かいファイゼル。昔の話だよ。向こうは俺なんか覚えちゃいなかったみたいだしな。昔って？だから昔だよ。お前たちと別れた時ほど昔じゃねえけどな。そんだけじゃわかんない。説明を要求する。なっかだ、めんどくせえ。いや、そういうわけにはいかないよ、ファイゼル。ケニキス、本当に君が敵将と窮地だというのなら、ここでしっかり釈明をしてくれ。後で余計な誤解を招きたくはないからね。ち、めんどくせえな。ガイルの親父に拾われて間もない頃、俺たちはイルミナの地方都市ローゼンベルグってとこの大使に雇われたんだよ。その時そこにアルマンディーンのやつが押しかけてきたんだ。親父に剣を教えてくれって言ってな。実際に相手を務めたのは親父じゃなくて俺だったけどな。君がアルマンディーン将軍と？ま、そん時のあいつは全然俺の敵じゃなかったけどな。何度叩きのめしてやったか分かりゃしね。けどその度にまた立ち上がっては挑んできやがって、とうとうガイルの親父も根負けして剣を教えてやることにしたのさ。
いたな。つまり君たちは同じ師匠から剣の教えを受けた弟子同士というわけだ。でもファイゼル、あなたエレンシアを滅ぼした国の味方なんて知ったの？それが傭兵ってもんだからな。そんな、だって仕方ねえだろ。どの道俺はその時は見習いで仕事の選択権なんて持ってねえ。それにその時の仕事は侵略の手伝いじゃねえ。町の近くに徘徊する野党団を退治してくれって依頼だったんだ。侵略の手伝いなんかガイルの親父が引き受けたりするもんかよ。それはでも、いや、分かった。その話を信用するよ、ファイゼル。ゲニヒス、信用も何もそれが事実だからな。要は君が敵将と通じているという可能性を否定できる材料があればいいのさ。今の話なら十分に信憑性はある。皆を説得させるだけのね。つまらねえことを気にしやがんのな。仕方ないさ。志願兵で構成された軍隊はふとしたきっかけで士気をくじかれてしまう場合があるからね。ま、今回は気にする必要はないだろう。オスロを奪回し皆の士気も最高潮に達しているからね。今の話は逆に、君が昔アルマンディン将軍を完膚なきまでに打ち倒したことがあると噂にして流してもいいくらいさ。さらなる士気高揚のためにね。やめとけ、趣味が悪すぎるぜ。よし、この勢いで次の城も。無茶言うな。今度はそう簡単にはいかねえよ。最初に言ったろうが、この作戦は敵の意表をつくところがミソだってよ。もう敵にスズメ部隊の存在は割れちまっているんだ。当然敵だって今度は何らかの対策を講じてくるだろうよ。うん、落ち着いて矢でも追いかけられようもんならそれこそ簡単に全滅しちまうんだぜ。せっかく飛行兵っていう強力な部隊ができたんだ。大事に使わせてもらうさ。何にしてもようやくオスロという重要な拠点が手に入ったんだ。しばらくはここに腰を落ち着けることになるだろう。ここでどうしてもやっておかねばならぬこともあるしな。やっとかなきゃならねえこと、なんだそれ。ここに我らが殿下をお呼びし盛大にエレンシア復興の大号令をかけていただく。わお、いよいよだね。殿下か。もう話してもいいだろう。我々の名手はエレンシア第二王子エスメル殿下の異母弟にあたられるスペッサルト殿下だ。オスロ陥落の方をお聞きになればすぐにでも駆けつけてくださるだろう。その時にはファイゼル、君のことも旧王都奪還及びオスロ攻略の主役として殿下に紹介させてもらうよ。いらねえよ。俺は殿下だのなんだののために城を落としたわけじゃねえ。あ、かっこつけてる。ファイゼル、そう言ってくれるな。殿下は我々の旗印なのだから。殿下は我々の旗印なのだから、無視してもらっては困る。ま、仕方ねえか。それも大人の付き合いってやつだからな。殿下がこちらにいらっしゃるまで2週間ほどかかるだろう。それまで。2週間？ずいぶんのんびりしてやがるんだな。仕方ないわ。今までずっと地方に避難されていたから。通りだよ。
旗印のくせに自分は一人で安全な場所に避難かよ。そう言うな。エスメル殿下も戦死され、今やスペッサルト殿下はエレンシア王家の血を引く最後のお方だ。今殿下に万が一のことがあってはたまらないのでね。それはまあ理屈ではわかるが、あまり気にしないことだ。我々の戦いはまだまだ始まったばかりなのだからな。教えてほしくてな。どういう人物って言われても、ガキの頃に一度会ったのと、エスメル殿下の弟だってくらいしか知らないからな。人柄とか風格とか、お前が知っている限りでいいから教えてくれないか。かなり分かったような気がするぜ。まあ来週にはもう入場されるそうだし。仕方ねえな、ゆっくり待つか。するの
さないと苦手なんだよな。なになに、いいかい、なに、任せて。また上機嫌だな。通りでここに来てから服の着心地がいいと思った。今までジャリジャリだったもんね。で、全部まとめてもう一回洗っているわけか。すごい量だな。天気もいいから服もどんどんかかよ。そりゃ楽しみだ。時間がかかったではないか。申し訳ございません。良いのですよ、ケニヒス殿下も、せめてケニヒスにねぎらいの言葉の一つもおかけくださいな。いえ、そのようなもったいないお言葉、私の身に余ります。そのようなお気遣いは無用にございますれば。とケニヒスは申しておるぞ、ミーティア殿下。それからな、一つ言うておく。世は殿下ではなく陛下じゃ。間違えるな。は、あ、しかし。しかし何じゃ。世を陛下と呼ぶのに何か不都合でもあるのか。いえ、申し訳ございません。陛下と呼べと言っておる。はい、陛下。それでよい。よう、ケニヒス、俺に何の用だって。ああ、ファイゼル、ちょうどよかった。こちらはスペッサルト・ダ・エレンシア陛下、解放軍の名手となられる方だ。ああ、どうも。なんじゃケニヒス、この下品そうな男は。こちらはファイゼル・リッター。今回の奪還作戦で最も活躍したものです。このような男が。彼は大陸最強との呼び声も高い傭兵部隊フェンリルの出身です。それも副官を務めたほどの男ですよ。大陸最強だかなんだか知らぬが、たかが傭兵風情に何ができるというのだ。剣を振り回し、人を斬
切るくらいしかできぬのだろうか。陛下、言い過ぎですわ。ごめんなさい、ファイゼル。お久しぶりですね。8年ぶりですね。もう忘れてしまったかしら。ミーティアさん、まさか。よかった、覚えててくれたのね。なんじゃミーティア、知り合いか。旧エレンシア執政官ガゼルリッター卿のご子息ですわ、陛下。彼らがまだ幼かった頃、私とエスメル様といろいろなことを語り合った仲ですわ。そのエスメルもとうにこの世におらぬ。無意味な思い出だ。ま、エスメルの愛人であったお前のことだ。その程度の思い出でも大事にしたいという気持ちはわかるかな。そのリッターの息子がなぜ傭兵ごときに見ようとした。傭兵ごとき。彼にも様々な事情がありまして。そうか、まあよい。世は寛大ゆえに出自は一切気にせぬ。中近せよ。はっ。さて、世は長旅をしたので疲れたぞ。今日はゆっくり休ませい。恐れながら陛下、その前にぜひ陛下にはやっていただかねばならぬことがございます。ん？城門前広場に臣民が集まり、陛下のお言葉を賜るのを今か今かと待っておりますゆえ、いよいよ天下に向けて大号令を発していただかねば。おお、そうであったな。行くぞミーティア、バルコニーに案内せい。はい、こちらでございますわ。皆の者、世のためによくぞオスロを陥落させた。皆の者はこのエレンシアの旗のもとに集ったはずだ。長らく掲げられることもなかった失われた王国の旗だったからだ。8年前、この旗は敗戦の汚辱にまみれた。だが今こそ世は宣言しよう。今日この時、ここにエレンシア王国がよみがえったと。我が忠実なる臣民に告げることがある。オスロを陥落させるにあたり最も先行のあったもの、エレンシア解放軍総司令ケニッヒス・アインを我がエレンシア王国筆頭将軍に任命し、伯爵位を授ける。さらにケニッヒスの下でよく働いたラピス・フォルトゥーナ、ファイゼル・リッター、この者たちにもそれぞれ将軍の役職と男爵位を与えよう。卑しき平民であっても働きのあった者に世は報いよう。皆の者、よく忠勤せよ。何なんだあいつはよ。何が卑しき平民デモだ。そんなに王族は偉いのか。てめえ一体何様のつもりだってんだ。そう怒るな。あれでも一応我々の名手なのだからな。ケニヒス、てめえは平気なのかよ。あんなのが新しい国王だって。平気ではないさ。だったらどうしてあんな奴に。ファイゼル、君は覚えているか。まだエレンシアが平和だった頃。ああ、僕と君とラピスとエスメル殿下と王宮の庭で語り合った。ああ、ミーティアさんもいたっけな。
その時にエスメル殿下がおっしゃったことは今でも鮮明に思い出せる。王族は本来不必要なものではないかと私は思っているのだ。王が全てを命令しそれに従うだけではいつか民は考えることをやめただの人形になってしまう。考えることをやめた人間は人形と同じだという意味ですよ。誰かを頼って生きるだけでは人は前には進めない。人は自分の足で歩かなければならないんだ。それには誰もが頼りにしてしまうような王や英雄が現れてしまってはいけないのだ。私はこの国を民が自分の手で祭りごとを行う国に作り変えたいのだ。その時こそ初めて誰もが幸せになれる国ができると私は信じている。そんな世界が実現できるというのなら私は自分が王族であることを捨てただの一国民になりたいとすら思うよ。エスメル殿下か。俺もあの方が好きだったよ。飾らず気さくで正義感に溢れていて、あんなバカ友じゃなくてエスメル殿下が名手ってんなら俺だって納得したさ。ファイゼル、僕は今でもエスメル殿下の言葉が心に刻まれているんだ。ケニヒス、僕の理想もエスメル殿下と同じだよ。この国を民政による国に変えていきたい。エレンシア王国の復興はそのための第一歩に過ぎない。そいつはかなり難しいと思うぜ。難しいと思うかい？あのバカ殿が簡単に王位を手放すとは思えないからな。まあそれについてもいろいろ考えはあるさ。あまり大っぴらにすることはできない考えだよね。ケニヒス、お前まさか。なんだ？最後にスペスサルトを暗殺しようだなんて考えてるわけじゃないだろうな。そんなことは考えていないさ。それにする必要もない。民が自分の手で祭りごとを取りたいと思うように仕向けるにはどうしたらいいと思う？さあな、心理学は俺の専門外だ。簡単なことさ。民が王政に絶望すればいい。そのためには王たる器がない名だけの王を玉座に据えればことは足りる。それがスペスサルトってわけか。そうだ、民が王に絶望し革命が起こる。革命政府が樹立され国政が議会制に切り替わればそこで彼の役目は終わりだ。彼は王政終焉の象徴として処刑されるだろう。ケニヒスこんな話を誰かに聞かれたら、おいおい、もう縛り首はごめんだぜ。まあ君がこんな話を誰かにするような人間ではないと僕は信じているから。そんな話誰に話せって言うんだよ。俺だってまだ命は欲しい。僕は文字通りこの革命に命を懸けている。国民が本当に幸せになれる国を作るためにね。だがな、やっぱり俺は気に食わねえ。何がだ？お前がエスメル殿下の亡霊に取り憑かれてるように見えるんだよ。個人の意志を継ぐなんて
今時流行らねえぜ。そんな気はないさ。確かにエスメル殿下の思想に影響を受けたことは確かだが、これはあくまで僕の意思によるものだ。そうか。だったら今さら俺が真の子の言うことじゃねえな。どの道この改革には時間がかかる。最低でもあと10年は必要だろう。気の長い話だ。俺にとっちゃ目の前の問題の方がずっと深刻だぜ。イルミナが次にどう出てくるかだよ。ああ。そっちを片付けなきゃ革命もへったくれもあったもんじゃねえだろ。確かにな。アルマンディン将軍が出廷なさいました。どうぞ。申し訳ございません。お目を生き恥をさらして帰ってまいりました。オートに続きオスロまで奪われたそこだな、アルマンディン。重要な軍事拠点でもあるのだぞ。それをおめおめと陥落されおって。返すことはございません。よは生き恥をさらして帰ってくれた。いっそ戦って果てればよかったな。無人としての誇りを持ってもらぬ。無人の誇りも何たるかも知らぬものなど、よう吠えよる。エフェンバイト将軍、何と言うたか。別に。さて、上陛下。この度のアルマンディーンの失態に対する処罰です。信号将軍たる者がこんなことに他の兵に対しても示しがつきません。アルマンディーンには極刑を持って当たるな。そう、申し開きをすることはあるか、アルマンディーン。なるほど。こたびの失態は全てにおいて私の不徳といたすと。何を申し上げても言い訳にしかなりますが、ならば潔く見ようと焼かれようと文句は申しません。諦めの良いことだと。逃げ帰ってきた理由も。戦場に立ったこともない青病殿が何を生きがって騒いでおるか。なんと申した、ゲッフェンバイト殿。しかと聞いたぞ。我らを青病殿扱いするとは何事か。いくら天候将軍の地位にあるからといえ、そのような暴言許さぬぞ。静粛にせえ。やかましゅうて耳が痛いわ。こたびの失態、許しがたいものであることはいい。しかし極刑をもって裁くはどうかと。アルマンディーン将軍は始皇将軍の職を解任、謹慎を持ち戦記長として戦列に復帰してもらうとしてはいかがか。今後の活躍次第では元の地方将軍に返り咲くも多いことではないでしょう。将軍、言い過ぎるのは
には甘いからの。エッフェンバイト将軍は。例えるなら聞こうよ。よく切れる剣、たった一度切り損じたからといって捨てようとしているのだ。剣では切れるものだったかもしれん。持ち手の技量が伴わなかったやもしれん。それを確かめもせず、ただ剣が生くらだったと決めつけるのはあまりに浅はかと言わざるを得ぬと考えるが、もちろん決定権は女王陛下にございます。陛下、ご裁定を。無論わらわは措置の裁定を支持するぞ。進化の君を売るのは嫌じゃ。そのような生ぬるい。陛下は断を下された。何か不服が終わりかな。ではアルマンディーンに代わり誰を反乱軍に当てるかだが、わらわはクリームヒルトを打ちたいと思うか。おお、金光将軍クリームヒルト殿か。陛下の側面さんは思うはずですが、私も同じことを考えておりました。クリームヒルト将軍は現在東部国境線に配属されており、ベルグの大使としてあの地方を治めていたはずだが。ローゼンベルグに使者を送り、急ぎテートに呼び戻すとしよう。では陛下。これにて軍議は終了じゃ。兄様。レヴィオ、心配しておりました。その軍議の方は。ああ、今しがた終わったよ。二階級の口頭処分を受けた。そうですか。これでお前の方が上官になってしまったな。そんなこと、極刑もあり得ると聞いておりましたゆえ、それだけで済んで安心いたしましたわ。事実、大臣はそう提言なされていた。エッフェンバイト将軍のお口添いで除名されたようなものだ。大臣など口うるさいだけの飾りに過ぎませぬ。お気になさりませぬよ。レヴィオ。大臣どもは軍部が権力を持つのを嫌っているだけなのですわ。奴らの主張はこの機に乗じて、自分らは将軍を処刑する権力をも持っておるのだと、そう誇示したかっただけに過ぎませぬ。そんな奴らの虚栄心や権力欲のために兄様を失うなど考えたくもありません。だが私の責任で何人もの兵を犬死にさせてしまったのだ。将として死して責任を取ることになっても文句は言えまい。何をおっしゃいます。死んで責任が取れるものでしょうか。責任を果たすおつもりならなおさら生きなければなりますまいね。わしとしても優秀な人材をみすみす殺させるわけにはいかんでな。将軍。エッフェンバイト将軍、この度はご助命いただき感謝の言葉もございません。気にするな。先ほどレビーが言ったことわしも全く同感じゃって。貴公のことはよう分かっておるつもりだ。まことの実力、そして一度傷つけられた誇りを取り戻すためなら必死で働くであろうこともな。ありがとうございます。必ずや反乱軍を叩き潰し、汚名を返上してみせましょう。うん、だが今はお前は謹慎の身じゃて、良い静養期間と考え英気を養うがよいさ。はっ。さて、
だが、オスロをこのままにしておくわけにもいかんな。将軍。おう、黒騎士か。何か動きがあったか。オスロが落ちた。スペッサルトメがエレンシア復興を宣言したらしい。さて、我々としてはどう動くべきだろうか。黒騎士は知れたこと。立ち上がったなら叩き潰すまでだ。そう言うだろうと思ってはいたがな。黒騎士よ、これより兵3000を引き、オスロに前哨基地を設営せよ。前哨基地。そう、そこをオスロ奪回の拠点とする。ホーバス軍は新たにクリームヒルト将軍が率いることになる。それまで敵を牽制しておく意味もある。承知。お待ちください、エフェンバイト将軍。ん？なんだレミ。その役、私めにお任せくださいませ。レビオ。お前が。はい。兄の失態、妹たる私がすすぎとうございます。勇ましいことだろ。よかろう、レビー、その役はお前に任せる。はい、ありがとうございます。将軍。案ずるな。そろそろレビーにとて偉人を迎えさせるべきだ。とはいえ、さすがに初陣を一人で任せるわけにはいかんな。黒騎士よ、飛行はレビィの補佐につき、よく助言してくれ。よろしく頼むわね、黒騎士。私からもよろしくお願いする、黒騎士殿。気に入らぬが、まあよかろう。うん、任せたぞ。さて、たまには休まなきゃな。何するの？ありがとう。
くれる？ああ、厳しく採点してやるぜ。お手柔らかに。ちっぽけな器で終わるつもりはない。エレンシアを足がかりに次はイルミナを併動し大陸を全制覇、さらには海を越えルーマ大陸にも我がエレンシアの旗をなびかせてやるわ。どうじゃミーティア、ただの秘書官ではなくわしの愛人になるのか。大陸の覇王の愛人となればどんな贅沢も思いのままであるぞ。お言葉はありがたく思いますが、私はエスメルにミサオを立てておるか。耳にタコができるほど聞き飽きたわい。お前ほどの女なら言い寄る男など吐いて捨てるほどおるだろうに。死んだ男にミサオを立てるなど、お前のような聡明な女が随分と時代がかった愚かな真似をするものだ。どうとでもおっしゃってくださいませ。これが私流のけじめのつけ方ですから。チッ、王の誘いを袖にしようって、なんという身の程知らずな女だ。恐れ入ります。だが気が変わったらいつでも言うがいい。いつまででも待っててやるからな。さてと、頑張るぞ。なになに、はーい。なに、任せて。何するの？了解。ラプス、調子悪そうじゃないか。昨日訓練してる途中でツルが切れちゃって、張り替えようとしたんだけど私の力じゃあまり強く張れないから。貸してみな。え、うん、目いっぱいきつく張ってみたぞ。これでどうだ。でも意味ねえからな。弓は久しぶりだからやってみるか。
ちょっと威力が強すぎたな。やっぱり私には無理みたい。戦場以外じゃ危なっかしくて使えたもんじゃないな。そうね。使ったことは。いつも剣振り回してるでしょうが、同じ刃物なんだからなんとかなる。むちゃくちゃ言ってやがる。ラピスとテルルはかまどに火入れて。はいはい、ミグカリバーは力ありそうだから粉をこねる。いつの間にスズメ子が理解できるようになったんだ。さあ、みんな頑張れ。頑張れって言われてもな、やっぱ剣と包丁じゃ全然違うぞ。こら、ミグカリバー、羽ばたくんじゃない。粉が飛ぶでしょうが。カリバ、つまみ食いしない？あ、くちばしの周りが粉だらけ。みじん切り、みじん切り。ちかー！そりゃぶつ切りっての。みじん切りはこう、貸してみ。おお、目にも止まらぬ速さでネギがみじん切りに。やってみる。
遅い、トロイ、もっと早く。は、はい。ビッグカリバー、粉は練り上がった？テルルは、それを薄く伸ばして皮にして。さあ、中に入れる具はどうだった？非常に興味あるな。どんな餃子ができたんだ？悪かったな、巾着でよ。ん？よっしゃ、焼けた。いい匂い。
味しいよ。ありがとう。よし、このサイダー、せっかく正月だし陛下とかにも配ってこよう。あ、おい、私たちまだ食べてない。では陛下、こちらの書類にも目を通した後サインを。めんどくさいの。正月くらいゆっくり休みたいものだ。これからさらに確認せねばならぬ書類は増えてまいりますよ。ケニッシスに任せておけばよかろうが。やっほー、うん、陛下とお兄ちゃんだ。何者じゃプレーナ。正月らしく餃子など作ってみました。お一ついかがです？餃子だと？そんな庶民の食い物世が食せるか。あら、とても美味しそうですわ。金魚をあしらった餃子なんて素敵ね。ああ、それ私が作ったやつ。へえ、器用なのね、ミンさんって。匂いだけは良いではないか。ほら、陛下も一つ。本来そのような庶民の食べ物を口にしたりせぬのだが、そこまで言うなら食うてやるわい。おいしい？やはり貧乏人の食べ物じゃな。素材が貧弱すぎる。なんだこの鳥の羽は。ああ、その餃子ビッグカリバーが作ったやつだ。そんなものを世に食わせたのか！じゃまた。待て、このブレイモノが。